喧嘩しますな。はい。おお。すごい。やられてた。市長の この時期だと可愛い、なんか余計可愛いね。うん。半分ぐらい燃えてきた。あ、ここなんかひびが。すごいね。俺このアーチに被らないようにします。アーチには被らないように。何ですかこれ。耐熱シート。王様はギャランティーない。俺今日からあるしよ。え？うっせえ。LINE であるって言ってて。2021年11月13日カルドマリビレッジに続きをしに来てます。ベースとなっていた木の板を燃やしています。ガラス。厚さどれぐらいですか？いいね。なんか上の方が見えてきた。見えてきた気がする。とかして倒れないかな。燃やさないで。微分積分学とレビット経済学学ばないといけないです。楽しいから。あ、ほやねんだ。たとえ明日も来るの？年も年も。明日どこ分からん。若い子やったらまださ、やっぱりある程度元気があるわけよ、うん、
その、ね、寝ずにでもある程度あれなんで。あ、かわいいね。今朝はカラドマリビレッジの方にピザ窯を作りに行ってきました。あと1回行けば終わるかなという感じなんですけど、材料の注文をまだしてないです。早く終わらせないと。帰りがけには久しぶりに一蘭を食べて、で帰ってきてビデオの録画を見ながら寝ちゃって、で今から息子が寿司を食べたいというのでスシローに帰ってきたら、書籍の方集中して頑張んないと間に合わないです。頑張ります。完食はいいかな。雰囲気を放っています。あれあれ、めちゃめちゃ大変です。正直こんなに時間かかるとは思ってなかったぐらい大変です。明日も頑張ります。今日はもう夜の11時半になったんでやめておこうかと思いますけど、すっげー大変です。